シンビちゃんおめでとう、ありがとうございます。あのさ、みんなにちょっとさ質問なんだけどさ、まあ、祭り、この活動を2年間ほど続けているんですけど、はい、バーチャル YouTuber という活動を2年間ほど続けさせていただいておるんですけど、こういうさ、新ビジュアルお披露目みたいな時ってさ、なんかみんなじらすじゃん。やっぱじらした方がいいかな。ちょっと、配信初心者みたいなこと言うんだけど、やっぱなんかじらしていった方がいいんですかね。大体の配信者は30分じらす。祭りは VTuber を今まで見てきて思った。30分はなんか最近はこういうことがあってこうこうこうでみたいな話とかをしてじらすで、なんか30分くらいで、でも恥ずかしいな恥ずかしいなって言いながらパッて見せる。これを学んだ、このバーチャル YouTuber という活動を通して。そうで、30分くらい経ったら、なんか恥ずかしいなってパッて出して、やっぱここが可愛いよねって言って顔は最後に映すっていうことを2年くらいで学んだ、祭りは。だから、まあなんか、ちょっとやってみていい？ 2 年でそれを学んだのか。祭り、今までのお披露目配信、最初、開始5分で出してたからね。ドーンって、早く見せたすぎてさ。松井さん告知する時もさ、何でもそうなんだけどさ、マジで秒で出しちゃうの。秒で出しちゃうし、匂わせがクソ下手なわけ。匂わせがね、例えばさ、この後告知するさやつとかもさ、なんかね、匂わせが下手だからさ、なんかグッズ出すんだよ、 T シャツ、あ、また言っちゃった。また言っちゃった。あのね、ちょっと待って、違うんですよ、わざとじゃないんですよ、わざとじゃないんです。ちょっとこれ、もう終了5分前にさ言おうと思ってたのに、配信開始5分で言っちゃったんだけど、マジでそういうのがさ、下手なんだよね。ちょっとさ、それを2年活動して、未だにできないので、ちょっと練習したい感じはある。例えばさ、なんかお披露目します。で、運営さんが、ちょっとずつ伏線とか貼っても大丈夫ですよ、これは。って言った時にさ、もう伏線の貼り方が下手なの、祭りは。例えばさ、なんか、こうグッズ出すとかもさ、そうだけどさ、なんかグッズ出せたらいいよねみたいな言い方をしちゃうわけ。その時点でさ、グッズ出すんだこいつって思うじゃんね。なんか、特に T シャツとか出せたらいいよねって言って、その後にどういう T シャツを出したいかって言っちゃうと、もうガバガバなんですよ。で、曲とかもさ、例えばさ、ライブとかで SSS を歌いますとなった時にさ、でもさ、セットで発表されてないからまだ言っちゃいけません。じゃあライブ楽しみだね、みんなで歌えるといいなみたいな、みんなで歌う曲なんか一曲しかないのにさ言っちゃうんだよ。なんかさ、そろそろ出したくなってきた。まずこれは、祭り知ってる？これまだ顔を出しちゃいけないやつね。まず、足から行きましょうとか言って、足から出すんだよ。知ってる知ってる。じゃあまずは、足から行きましょう。